くにありますレンガ基礎の下にはコンクリートの基礎が約70センチぐらい、コンクリートが打ってあるんですが、手前側は、大体25センチぐらいしかそのコンクリートが打ってない状況です。でまたさらに奥側はコンクリートの下には、花崗岩という石を、敷いているんですが、手前側は後で見ていただくと分かりますが、砕けたレンガを、敷いて平らにした上にコンクリートを敷いている。でその上にさらにまた、赤いレンガを使って、建物の基礎を作っているというところで、奥側のものと手前側のものではかなり作り方が違うように、見受けられます。で今のところまだはっきりは分かってないんですが、明治14年ぐらいになりますと、この本町通り沿いに、連合キート荷預かり所っていう建物が建っていたようで、もしかしたらその建物の基礎を、一部分で、いただいて、そこに付け足す形で、明治38年ぐらいですに、原郷目アパートっていうのを建てられたんじゃないかっていうふうに、考えられます。で先ほどちょっと説明しないで質問されてしまったので、奥に見えるこのコンクリートの基礎っていうのは、昭和39年に建てられている、桜木ビルという、ビルの明治時代からあったものではあります。それから向こう側に、ちょっと見える赤白の棒の後ろに見えるコンクリートの基礎もですね、昭和に入ってからの、建物の基礎で、そこから先は、今のところですね、めくっているところでは、遺構は確認されています。それから、帰りに皆さんが歩いていただく、通りの下ですね、ちょうど E と書かれているところにはですね、松食いの、列が確認されたり、あるいは先ほど言った大岡川の護岸に使われていた、県知事を再利用した、建物の、基礎というものが、4棟ぐらいです。残念ながら、調査の進行上ですね、もう埋められて、見ることができませんが、こんなものがあったのかなっていうのをこの写真で確認していただければいいかと思います。で一応これで説明は終わらせさせていただきます。ただ無理に引っ張ってきた関係もありまして、もっとじっくり見たいよという方いらっしゃると思います。順路に沿ってですね、矢印に沿って一方通行になっておりますので、一旦出口の方まで向かってからまた、現地を見ていただければと思います。こんなところで、説明を、終了させていただきたいと思いますので、お時間がある限りですね、12時に一旦閉めるという話なんですが、お時間がある方はですね、今もうなっちゃいました、ね、じゃあ、次ですね1時半からの時に、ね、もうゆっくり見ていただければと思います。それでは、はい、ありがとうございます。すいません、マイクパフォーマンス、はい、はい、ということで、はい、島田さんも来てます、ね、ありがとうございます。